はい、じゃあよろしくお願いします。今回は高校数学数 B の空間ベクトルの内積丸三をお送りします。で、これでね、内積3本目で、今回も問題演習です。で、今回もかな2問ありますので、できそうな子はね、ぜひ動画を止めてやってみてください。で、ちょっと確認してもらって、分かんないのがあれば今からね、両方解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。それじゃあ、あのね、未だにもちょっと鼻声で申し訳ないんですが、頑張って解いていきますので、どうぞよろしくお願いします。よし、じゃあ行きましょう。で、今回の2問は前回と比べるとちょっと難しいです、若干ね。で、両方とも4点が決まってて、結局体積を求めるんですけど、上に関しては体積を求める前にこの垂直ね、この2つを示さなきゃいけないです。だから3つやることがあるんですけど、まず4つ頂点が決まってると。で、それを頂点とする四面体 ABCD がある。で、まず AB 垂直 BC で AB 垂直 BD を示しに行きます。で、垂直を示すって言われたら、もうこれはベクトルを考えて内積イコール0を持っていけば OK です。もうそれで絶対示せるから。なので今回、まあ、AB と BC なんですけど、まずAB ベクトル、一個一個ね、ベクトルを置いてしまいます。まあ座標分かってるんでね。で、 AB ベクトルの成分は後ろ引く前です。だから後ろから前を引くと、1引く8でマイナス7、3引く2で1で、2引く3だから5ですね。で、ちょっとね、幅を取るんだけど、どうしようかな、縦でいこうか。で、次 BC も欲しいから、BC ベクトルも同じように後ろ、 C 引く B だね。だから5引く1で4、1引く3でマイナス2、8引く2で6と、ここ引くここね。で、もう一個ね、 BD もどうせ使わなきゃいけないから書いちゃおう先に。で、 BD イコール D 引く B だから、3引く1で2、マイナス3引く3だからマイナス6で、6引く2で4と、こうなります。で、まず AB と BC、 この2つをね、垂直言いたいので、この内積を考える。 AB と BC ベクトルの内積は、成分分かったらね、 X 同士、 Y 同士、 Z 同士をかけて足すだけです。だから、マイナス28マイナス2プラス30だから、綺麗にゼロになるんだよね。なるし、一緒にやっちゃうか。で、もう一個 AB と BD も、 AB と BD ベクトルの内積考えると、これとこれ掛け算なので、マイナス14マイナス6で5し20だから、これもちゃんとゼロになると。だから、これ、はい、待って入っていこうか。あ、全部なので、内積をね、両方やったらゼロになった。つまり、よって、AB 垂直 BC と AB 垂直 BD と、ね、こういうことができます。でですね、前回の動画もそうだったんですけど、最初ね、ちょっと焦点をね、合わせてしまってるので、最後ブレたんだよね。ちょっと戻しますね、今、設定を。ごめんね、ちょっとね。画面動いたら申し訳ない。多分ね、大丈夫かな。これでね、最後までぼやけないと思いますんで、申し訳ないね。で、次に、これ終わったんで、体積求めに行くんですけど、上の問題はね、よく出てくるの、今1問で、1つの問題の中に、これ示して、体積って書いてしまったんですけど、まあ、大体が小問で、先にこれ示しなさいみたいな。で、その後に体積求めなさいっていう流れが結構多いんですけど、なんで、これを今出させたかっていうところがポイントで、この体積を求めるときに、この情報をちょっと使います。で、なぜかっていうと、今ね、AB が BC にも垂直だし、BD にも垂直なのね。これどういうことかっていうと、ちょっと厳密なね、座標置かないんで、アバウトにはなりますけど、例えば、どんな図でいくと、三角形どこに置こうかな。こっちの方がいいか。ちょっと全部実践で書いてあって申し訳ない。こうやってね、これ底面です。で、底面が今 BCD なんです。で、BC にも垂直でしょ、AB。
BD にも垂直だから、ここにこっちにも BC 側、ごめん、 BC 側にも垂直だし、向こうの BD にも垂直な、あ、消した、 AB がある。でこうなってこういう感じになってる。 BC にも BD にも垂直だから AB が。でこうすると今底面が三角形 BCD で、高さがここの AB になります。垂直だからちゃんと高さになるからね。っていうことがわかるので、体積求めるんだったら三角形 BCD を出してからで AB の長さを出して体積を求めればいいよと、この流れでいきます。いいかな。で三角形 BCD 出すんですけど、三角形 BCD、 ごめんね、ちょっとね幅取りたくないんでちっちゃく書いちゃってるけど、でこれはですね、前回面積の求め方2パターンやって、ナス角をあるパターンとナス角がないパターンでやったでしょ。でここはナス角一時出すのめんどくさい、まあコサイン出すのがめんどくさいので、 BC と BD が分かってるから、ここ、ね、で内積を出すことも簡単なので、その公式でいきます。で一応公式を書くと、2分の1長いルートの、まず BC と BD 使いたいから、 BC の長さの2乗、ちょっと見にくかったらね全画面表示で見てください。 BD の長さの2乗マイナスカッコその2つの内積の2乗がきます。もしあったら前回の動画を見てみてください。同じ公式使ってますんで。でこれを解くと、2分の1ルートごめんね。で BC 長さですね、長さはここにあるよね。で長さはルートの中に2乗して2乗して2乗して足してルートなんで、お前ルート先言っちゃったよ。2乗して2乗して2乗して足してルートです。でそうすると4416、22が4、6636だから、56か。でルート56なんだけど、2乗するからルート外れるんだよね。つまりここは56です、最初で。 BD も2乗して2乗して2乗すると430、あ同じか、56か、うん、同じか、4、あ同じだね。で56、同じだっけ、あ同じ6だごめん。で56になるので、ルートがね2乗で外れるから56の2乗になります。ちょっとこの時点でねやる気なくしますけど、で引く。で BC と BD の内積はさっきみたいにかけてかけてかけるだけなので、かけるとちょっとメモるか、4が8、プラス6に12、プラス6し24だから、44かですね、44の2乗になります。でこうなる。でこれをですね 56×56 やって 44×40 になってしまうとちょっとしんどいよね。だからここはちょっと工夫をします。で工夫というか因数分解を使うだけなんですけど、結局これ56の2乗なんで、2乗引く2乗なのね。で2乗引く2乗っていうのは、まあ、中学の時にもやりましたけど、これは x プラす y 引く x 引く y ですよね。だから同じようにやれば56足す44と56引く44になります。でこれ見事にこっち100なんだよね。でかけるこっちが12、つまり1200になります。もちろん普通に計算しても1200になるけどね、なるんだけど、でこっからですね、もちろん1200にしてもいいんですが、もう100が出るので、100は10の2乗でしょ、だからもう10が出てくる。まずつまりここ今ルートがついてるんで、本当は10ルート12になります。でルート12も2ルート3なんで、2が出てくる。だからこれ20ルート3なの、結局ルート1200っていうのは。もちろん 400×3 って気づけばねすぐそれでもいいんだけど、でもともと2分の1がいるので、ここの面積は10ルート3だったんです。下まだ底面積だけだよ、まだね。で最後体積です。体積一応 V っておいて求めようか。最後体積は底面積が10ルート3、底面積かけるで高さ AB ですね。で AB の長さはこれ、まあ、さっきと同じだね、2乗して2乗して2乗して足してルートです。だから
49で1で50で足して75か。で、ルート75。さっきはね、2乗だったんでルート外れましたけど、今回2乗できないので、つまりルート75。ルート75だから、5ルート3か。5ルート3。で、これは三角錐で尖ってるからね。錐なんで、体積は必ずかける3分の1がつきます。で、計算すると、ルート3かけるルート3は3です。だから、3分の1の3と全部約分して、10と5しか残らない。つまり、体積は50ぴったりですよと。ほい、これで終了になります。いいかな？ちょっとね、なんだ、時間もかかりますけど、解くのに。で、次2番が、体積をいきなり求めると。だからね、これ見ると、またこの感じっすか、みたいな。っていう風に思うんですけど、実はね、2番ちょっと工夫ができるんです。こちらが全然簡単。気づくと。で、どこが大事かっていうと、これね、4点の中で、O、B、C、間違った。O、A、C の Y が全部0なんです。で、もちろんこれは原点なんでね、まあ原点って考えてもらっても構わないんですけど、こいつとこいつも含めて Y が0になってるってことは ZX 平面にこの AC、まあ O も含めてね、いるんです。で、どういうことかっていうと、まあちょっと久々に書きますけど、右端いけるかな。3つの軸書きます。これ Z 軸ですね。で、こっちに X 軸。こっちに Y 軸があります。ね、こういう状態。ちょっと斜めがね、きつくなってたけど。前やったように、左の壁、右の壁、下の壁がある感じ。いい？で、Y が0っていうのは、この左、ZX で作ってる、ここの平面にいます。例えば、まあ、原点は O なんで、青にしよう。ここに O がいる、原点ね。で、402っていうのは、まあ、Y は0だけど、X が4、Z に2行ったとこなんで、X に4行って、Z 上に2上がったこの辺にいます。これが A。いいかな。こんな感じ。左の壁にいるの。で、3の0の4は、X に3、Z に4なんで、X に3、Z に4だから、まあ、この辺にいるかなと。で、ここの三角形 OAC っていうのは全部あっちの壁にくっついてる感じ。もう ZX 平面。こっちのね、左の壁にくっついてるんです。Y が0だから。っていうことが分かると何が起こるかって、残った B いるでしょ。3の3の3。こいつだけ Y 成分があるんで、3の3、まあ、3の3いったとこで、Y の方、手前にも3出てくるんです。なので、場所と、これね、書き込むのちょっと難しいんですけど、3の3の3だから、まあ、3行って、3Y に行って、その上行った3、この辺に浮いてる感じ。いい？これ宙に浮いてる感じね。で、この正四面体、正じゃねえや、四面体に関しては、ここの、青が底面積。向こうの壁にくっついてる。三角形が底面積で。ちょっとこれ、ホワイトボードのがその ZX 平面だと思って、ここに三角形がある。くっついてる。で、その B は、ここに浮いてるんです。ポツッと、手前に。ってことは、三角形がそこにあって、こいつ浮いてるから、ここの部分、ここの長さ、点と浮いてるからここまで、が高さになります。じゃあ、いくつかあって、この壁までの、ここにぶつかる分だから、こいつの Y 座標。Y の分だけ浮いてるからね、手前に。Y 座標の3が高さになるんです。っていうことに気づくと、この面積、三角形 OAC ね、の面積は出さなきゃいけない。さっきみたいにね。出さなきゃいけないんだけど、高さも3って分かってるので、あとは普通に解くことができると。まあ、さっきよりちょっと労力が少なくて済むよね。さっきよりは。じゃあ三角形 OAC を出すために、まあどれ使ってもいいんだけど、今回 O があるんでね、例えば、OAC だから OA と OC を使ってじゃあ求めていこうと。この公式使うためにね、OA、OC。で、これ OA、OC って A-O でしょ。結局 A-O って0引いても変わらないから、これ402なんだよね。まあ A のまんまだよっていう。
で OC も同じ304。まあ数字もさっきに比べてちっちゃいんでね、まあ使いやすいと。でこの公式使ってやっていくと、三角形OAC でいいか。OAC は一応下入るから公式書こうか。もう一回ね、2分の1でしょ。で、長いルート、これ、かぶります。入って、で、OA の長さの2乗かける OC の長さの2乗引く、今使った2つのベクトルの内積の2乗を引きますと。ちょっと右下がったな。で、これ公式。で、それぞれね、値を入れていくと、2分の1、ルート、OA の長さ、2乗して16、2乗して4、ルート20です。ルート20ね。で、2乗するとルート外れるから、ここは20になる。かける、左三角、25か。で、ルート25だから、2乗して25、引く。内積はかけます。4、3、12、4、2が8。だから20だね。なので、20の2乗と。ま、このぐらいだったら計算してもいける気がしますよね。まあ、これ一回公式じゃなくて、これ100だね、中身。計算すると。20×25 が500。で、20の2乗が400なんで、500だから、ルート100です。で、ルート100なんで、合ってる？ルート100だよね。待って。ちょっと不安になった。合ってるね。合ってる。で、ルート100だから10が出てくる。つまり、2分の 1×10 だから、面積は5なんです、これ。で、最後。体積は、底面積5かける、さっきかける書いてあったね。底面積、高さはさっき言ったように浮いてる分の3。かける、またね、これは、四面体はね、尖ってる錐なので、3分の1をかけて、これの体積は5ですよと。これで終了となります。なので、まあこの公式ね、前回はそのね、ナス角を使った公式もやりましたけど、この公式すごく使い勝手がいいので、一瞬ねごちゃごちゃしてるんで覚えにくい感じもするんですが、まあ、三角形あるじゃないですか、こうやってあったら視点を決めて、そっから出てる2本 BCBD 使うよと決めたら、その2乗、長さの2乗をかけて内積の2乗を引くっていう感じ。もちろん CB と CD でやっても OK だし、 DC と DB でやっても OK です。で、どれ使っても OK なので、まあ、こんな感じで三角形の面積を使うとき、あと解くときね、はぜひこんな感じでやってみてください。ではちょっとね、長くなって申し訳なかったんですが、ここまでね、お付き合いいただいて本当にありがとうございました。で、次回がですね、丸4、一応内積はそこまでかな。次回また問題演習もう一回ねやっていきますんで、もしよかったらそっちの方も見てみてください。もんじゃ、今回はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。